元気にしてます、みきおさん。進学と同時に始まったおかみさん修行の日々にも随分と慣れてきました。近頃は若おかみって呼ばれてるんですよ、私。ところで、大学にも夏休みってありますよね。もうすぐ帰っていらっしゃると思っていいのかしら。半年ぶりになるのか。その時は絶対に連絡してくださいね。その指輪のお礼もきちんとしたいですし、千歳。大事にします。一生の宝物です。